米新石川はお米を扱う米穀部門とご飯を扱う炊飯部門があり、炊飯工場と精米工場が同じ敷地内に建っています。炊飯工場の主な取引先ですが、学校給食、スーパー、外食企業で、白飯、寿司飯、赤飯のほか、おにぎりなどの、加工品を、製造販売しております。年間に使用しているお米は、精米量で約2000トン、1日あたり、約5500キロ、炊飯釜数では、約、1日1000釜です。石川県は、お寿司屋さんがとても多くて、ご飯や、寿司飯を、お客様の要望に応じて炊き分けています。このため酢の種類が、約30種類と多く、また、お米の種類も精米タンクが、18本もあります。この点に関しては、おそらく日本一の数じゃないかなというふうに思っております。旧の炊飯ラインが約15年使用となったので更新する必要がありました。ところが精米工場を改築して炊飯工場にしているため、スペースがとっても手狭でした。ですので狭いスペースに機械が収まるかどうか、2つ目がお客様の要望に応じて炊き分けることができるかどうか、3つ目が労働環境を改善できるかどうかです。生産能力が2割向上したことで労働時間が削減されました。2つ目が吹きこぼれがしなくなったということで掃除がしやすくなった。3つ目がメンテナンス性が向上したということです。故障や機械のトラブルは1分でも早く復旧させたいところですが、今回は365日24時間のリモートメンテナンス体制を敷いていただきまして、早く復旧できるようになりました。2つ目は火力設定が簡単になりました。そのため季節の変化やお米の切り替えの時に素早く対応できるようになりました。まず1つは甘みが増して粒感も増しました。2つ目は劣化防止剤を従来入れていたんですが、それを入れなくてもケージ劣化が少なくて時間が経っても美味しい状態を保てるようになりました。炊飯室内の排熱量が抑えられたことによって空調の負荷が下がって CO2 の排出削減に貢献できています。それから釜洗浄機、洗米機において節水性が向上しております。それから細かいことですけれども、調味料の添加量が正確になったため、無駄な調味料を使用することなく、食品ロスの低減につながりました。